54321ドンはい、はい、ええ男子コンテンツを今日もやっていきたいと思いますはいノリ,ノリノリなんでね俺も男子コンテンツ、はい、ただし、うん、チャンネル登録者数は減っていってます <laughs> でしょはいもうその現実今いらないあ,あそうかまあ別に、うん、別にいいんでそれはまあねまあね何かみんなああ耳が痛いかなと思って うんうん、あまりにも本質を突きすぎて「ああ聞きたくない聞きたくない」聞きたくないってなってるのかなと思って <laughs>、うん、お,お構いなしですけどその、はい、俺は俺のやりたいことをやるというのはだっ,のだって師匠のチャンネルだもう仮にもうチャンネル登録者数がゼロになってもやるまあゼロになったらやめるか <laughs> ゼロになったらやめるわチャンネルをさすがにまあそんなことはないと思うんでねうん、うん、まあ別に減ろうが減る前はまあ、うん、言ったらあの収益化うちは収益化しますんでね、うん 収益化してないっていうのを売りにしてる男子道っていうチャンネルのもあるんですけど、う <laughs> ちはめちゃめちゃしますんで、うん、金取れる限りは取りたいと思いますんで。うん、ええー、まあ1000人は割りたくないなと思うんですけど、うんうん、まあそれでもやっていきます。ない。うん、んで、それはいいとして、うん、この前の、酒、アルチューバカ。 <laughs> もうアルチューバカと呼びますから、そのお酒やめたい、うんや、やめますとか言うてるのに、見たいんですとか、やめられないんですとか言うてる、そういうアホのことをア、ね、アルチューバカと呼びますねアルチューバカ言と言たらそういうことです、ね。分かってくださいね、うちの決まりごとなので、はい、それ、アルチューバカはストーカーと一緒、お酒ちゃんっていう、そういう美少女にストーキングしてるようなもんやと、<laughs> ということを言って、爆笑してましたね、弟子。 そうですね、やっぱ爆笑コンテンツなんでうちははい、ね、男子コンテンツも大体男子コンテンツって暗いねんかうん前言ってる男子ってつらいんですよ頑張りましょうねっていうテンションだから大体がうち,うちだけですよこんな爆笑,<笑>なんかお酒ちゃんとか言うて擬人化して美少女を出してくる男子コンテンツはうちだけやと思うんですけどまあそれはいいとしてでほんなら、うん 男子、はい、ちゃんじゃないわ男子ちゃんじゃないわ男子ちゃんも作ろうかそうしましょう,うお酒ちゃん <laughs> お酒ちゃんストーキングからどうやったらお酒ちゃんストーキングからどうやったら足は洗いのかっていう話なんですけど <laughs>、まあ、例え話ですが一番いいかなと思ってそのお酒を切っぱいとか究極奥義 <laughs> お酒をやめる2ステップまずお酒をやめたいと思うこと 2>, <笑><笑>2番目お酒をやめる これが伝わらへんねんな <laughs>。ほんまこれだけのことやのに、なんかむず、難しいです。みたいなな,な。よくわからへんねんけど。何が難しいか、さっぱりわからへんのか、これ。マジでわからへんのか。何が難しいか。うん。それは置いといて、ほんじゃあ難しいっていう人たちのために、もう例え話を重ねていくしか、 なんか伝わらへんのちゃうかなと思って、でいっぱい例え話を、お酒をやめるということについての例え話をしていこうと思って、うん、これからね、なんか思いつく限り、この例え話は響かへんけど、この例え話は響くっていう場合もあるへんけ人によって。だからもう、そうやって例え話を上げていくっていうスタイルを取ろうかなと思って、うん、まず、ね、例え話ですよ、はい、お酒ちゃんですよ。 はい、だから要するにあのお酒かわいいかわいいお酒ちゃん、うん、と別れなあかんわけじゃないですかはいそれはこんな可愛かったら、うん、別れたくないですよね、うん、その気持ちは別れますよ、うん、でも別れなあかんね、うんけこんな可愛くて、うん、まあこれおっぱい見えてへんけどおっぱいもおっきいことでしょうかお酒ちゃん <laughs> なんかあんまおっぱいおっきくなさそうやけどなこの絵で言ったら、まあ、それは置いといてさかわ、うん、いいや でもな、なな別れあかかんって思わなね、うん、俺ねだからなそのよく言われんねんお酒やめたあったんそれお酒やめるの辛いでしょ言ったら全く辛くないって,って言ったらええー、んでみたいな昔からあれだ20年と7ヶ月前からちょいちょい言われてたやんそういうこと言ったら辛、うん、いで我慢してんのとか我慢なんて全くしてないよつって全くのみたいと思わないんでって言ったらええー、って驚かないんだけどうん この、俺も、俺も驚いてんだけどな、実は。なんでこんな簡単に、世間では辞めるの大変です、とか、辞めるのが辛いです、って言われまくってる。言ったらもうほぼ 99.、ほ九九九99.999%辛いと言うてんじゃん。お酒やめること。何らかしかみんな言うてるわ。その、俺がおすすめするチャ、ち一個だけ、チャンネル一個だけ、その人以外は。大体辛いと言ってるわ。うん。ね で、俺もなんで辛くないんやろって思って、ずっと考えてんのよ、うん、実は20年間。その結晶が、その集、うん、大成がこのコンテンツなんやけど、うん、よかったね、このコンテンツ見られて。分かってください、ほんま分かってくださいよ。ゃんうん。でに聞きたかったんやけど、うん、まあでっはまあ辞める辞めへんの段階にいいから、まあ、まぁ、うんうん、簡単に言ってな、うん。その男子道チャンネルみたいに大酒やめるのは、 辛くて大変で、地獄で拷問で苦行なんですよ、って言ってる人と、俺みたいにえ、え断子楽というか別に、何の大変さもないんですけど、って言って、まあ言ったら断子っていう道、それこそ断子道で、断子道というものがあったとして、断子道理由はその苦行理由や、我慢理由なわけよ。我慢のやり方なわけよ。 で、俺流、八角流は、えどゅん何が辛いのっていう八角流があるとするじゃないですか。うん、どっちがいいと思う単純に。八角流がいい。どう考えてもそうでしょ、ね。ね <laughs> やだ、苦境やだ。<laughs> その別に俺とも昔からの知り合いやからとか、うん、そういうことじゃなくて。うん、<と>苦境嫌俺と一緒にチャンネルやってるからとか、そんなん抜きにして、うん、単純にパッと聞いたときに。うん 八角でりうのがいいよね。うん。のに、なんかさ、うった、それは、師匠やからできるや、とか言う、昔っから言われてたんや。うん。だから、例え話したるわ、俺は。これから何回もしていきますん、ね、で。例えば、思い浮かんだら、うん、思い浮かぶ限りな。まず、第一弾です。まずお、お酒ちゃんと別れる方法や。うん。方法というか、 酒やめた気分って俺、うん、ある気分に似てるなっていうことに気づいてた。うん、それが何かっつったら、なんか、なんちゅうの付き合う、ああ、なんか、こう、まあ男でも女でもよ。この男あかんなーとかさ、うん、こんな男と付き合ってたらあかんなーとかさ、うん、こんな女と付き合ってたらあかんなーっていう。 自分のことじゃなくても、人のことでもあるやんけ。人のこと、人のことのが余計分かったりするりゃ、私の友達なんかとんでもない、ろくでもない男と付き合ってるのよとか、あるやろ。<laughs> 何考えてんねいや、あるなと <laughs> あるやろ。なんでそんな男と付き合ってんのみたいな、うん、その、ギャンブルはやるわ。 それこそ酒は飲むわ、うん、酒を飲んだら暴力は振るわ、うん、とかさなんか女遊びはするわみたいな、うんうん、と付き合っててでもでも別れられないのとか言ってる友達とかおらへんかったかつて今もおるかもしれんしいる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  <laughs> いるやろいるそれやねんけああ<ー>その <laughs> だ逆で言ったら、うん なんかそれ、そう、可愛くて、おっぱい大きくて、それ魅力的、女として魅力的なんやけど、なんか金は高ってくるわ、なんか。ね、<laughs> なんか、何かやったら、ねえ、お金消していいみたいな、お金出していいみたいな、高ってくるわ、なんか、え、ブレンデのベッキが欲しいとか言うさ、そんなくせ、男、他の男、特会、引っかいとかいう女もいるやんけ。ね、そんなも、友達がそんな女と付き合ってたらさ、うん、ね。やめとけやって思うやん。 うん、でも別れられないんだよーとか言うわけやん、それこそ。うん、それなんや。<laughs> お酒、まさにだからお酒ちゃんっていうのはこんな可愛いけど、そういう女やん、ね。なるほど。<laughs> 付き合ってたらダメな女なんや。なるほど。ほんで、俺、実、俺も実体験でやったんやけど、そのなんかさ、 そういうダメな女と付き合ったこと、ダメな女っていうかさ、可愛くておっぱいも大きくて、やけど、とんでもない女って、中身とんでもない女、いるやんか。とんでもないなと思いながら別れられへんねんけ。だからその気持ちはわかんねえ。でも、パッとでさ、パッて気づいた時があって、あ、俺この女と付き合ってたら、あかんと思って、 わかるよって思って。なんでも、もあるやろ、でも、そういうの、そういう時、冷める時<で>別にその、付き合う付き合わへんじゃないにしてもさ、物事に冷める時ってなげ、うん、あって私なんでこんなことやってたんやろって。なんで、なんでこんなことに一生懸命になってたんやろみたいなことあるやんけ。あるある。そ、その心境に似てねめっちゃ。あって。 あの時にダメ女と付き合ってる時に別れよって決心した時と全く一緒やと思ってお酒をやめるって決めた時、うん。一緒やねん。なるほど。心境としては。なるほど。だから、あ、好き、だからその時は、もう別れよって決めた時は、何や、なんかもうんちゅうの。な,なんか、付き物が落ちたようになるやんけ、そういう時。うん、まあ、例えで言うならば、言い方で言ったらさ、 何だか付き物のこう付きやう好きやと思ってた付き物みたいなのがファッと取れてあれなんで俺こんなクソ女 <laughs> とクソ女をなんか別れられないようと思ってたんだろうとかアホクさって思ってスパーッと別れましたけどねうん激怒しとったけどな別れとったら <laughs> それそれ別の話あそれは別の話ないじゃあそそれは別の話それなんか俺なんか俺から別れるとかさうん。言ってくると思ってなかったよなあれだけどそれは別の回であそかかそっちはそっちはそっちで取っといてほしいあなるほどねうん。それはそれでまた別の回でしますけどはい。そういううだからそ思ったらお酒ちゃんなんてさ別れようってったらさ別に何も言わへんやけうんうん 何この草がーとか言ってきんやん、別に普通、別にふーも言わへんやん。お酒ちゃんはなんも言わへんで、別う、うん、れるあそう、ね、そうなんやみたいな感じで、去っていくだけの話やん。こっちがその。うそう考えたら、別れやすいですよね、うん、お酒ちゃんとはそう。そうや、ね、の生身の女よりよっぽど別れやすいんやけ。うんうん、なんで別れられへんねん。だから、何が言いたいかっつったらな、うん、アイスをつかしてへんねんけ、まだ自分自身が、<ー>そのお酒ちゃんに対して。 うんうん、んお酒ちゃん好きだよー、やっぱり好きだよー、好き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 ,好き、やから悪いんだ、アイスを尽かさなあかんわけ、なるほど何にせよう、うん、それをどうしたらいいかって言ったら、考えろ、自分でそんなもん、そこまで甘えられて、だから分からへんもんその、どうやったら、だからそのお酒ちゃんのダメなところをあげつらっていくしかないじゃん。酔っ払って っていうの人に迷惑かけてとか体の具合も悪くなるし二日酔いになったらめっちゃ大変でてしんどくてとか考えてて俺なんでこんなもんに一生懸命なってたんやろって思えたら勝ちですよ <laughs> だからそう思えるかどうかですよいや俺はそう思いたくないって言うんやったらお酒ちゃんを嫌いにな,んかなりたくないって言うんやったら勝手にしてください <laughs> 以上ですはーい